私の実家はケーキ屋さんだ。娘の私が言うのもなんだが、海外で修行した両親の作るお菓子は世界一美味しい。今年も12月に入り、ケーキ屋にとっては最も忙しい時期だ。両親とは違って、普通の会社に就職した私も、さすがにこの時期だけは空いた時間で実家を手伝った。すると、数日前から店の窓の外に髪を二つに結った少女がいて、じっと店のケースに並んだケーキを眺めているのに気づいた。少女は私に気づくと、いつもハッとした表情で慌てて走り去ってしまうのだ。私は驚かせてしまってかわいそうだったなと反省した。それから毎週少女は外からこっそりと覗いては私の視線に気づいて逃げるということを数回繰り返した。そしてクリスマスにはまだ早い12月20日の夕方のことだった。お店のドアの鐘が鳴り、お客さんが入ってきた。いらっしゃいませ。私は笑顔で入り口を見ると、あの少女が恥ずかしそうに店の中に入ってきた。その時になって初めて気づいたのだが、私は少女が来てくれることを心から待ち望んでいたようで、私は好きな人に会えた時に似た喜びの感情で溢れた。ところが少女が来た時間帯は、すでにケーキはほとんど売れていて、あまり選べるものがなかった。少女はもじもじしながら緊張した様子で言った。ケーキを買いに来たの。少女は小さな手を握りしめ、私の言葉を待っている。なるほど、ケーキですね。どんなケーキがいいですか？少女はケースの中を見て、と声を上げて指差し、目を輝かせていった。これ、このケーキください。少女は宝物を見つけたかのように、キラキラの笑顔で私に言った。すごいね。このケーキって、本当にケーキが好きな人が選ぶケーキの中のケーキなんだよ。私が少女の選択を褒めると、少女は満足げに私を見た。あの、ケーキいくらですか？少女は可愛らしい刺繍付きの小さい小銭入れを持っている。可愛い小銭入れだね。と私が褒めると、少女は、うん、ばあばの手作り。そう言って嬉しそうに笑った。あのね、今日はね、特別な日なんだよ。ばあばが今日だけお家に帰ってこれるの。だから私、ばあばにね、美味しいケーキ買いに来たの。どうやら少女の祖母は入院しているようだった。きっと今日は特別な日で、許可を得て一泊だけ家族で過ごせるのだろうと、私は勝手に想像した。そっか。ばあばのこと大好きなんだね。私は少女にそう言うと、少女はうんと大きく答えた。これは1200円です。この大きさでだいたい4人くらいはお腹いっぱい食べられるからね。私がそう言うと、少女は小銭入れを開けて中を確認し始めた。まずは500円玉が2個。そして100円玉が1個。少女の全財産はケーキの値段に足りなかった。私はがっかりする少女以上に落胆してしまった。足りない。どうしよう。私はしばらく少女と二人で沈黙してしまった。100円くらい私が出そう。一瞬そう思ったけれど、この子だけ特別扱いでは他のお客様に示しがつかない。だけど、このケーキは絶対この子が買うべきだ。私は葛藤しながらも少女に現実を伝えなければならなかった。ごめんね、100円足りないの。どうしよっか。
私が言葉に詰まると、少女は悲しそうな顔でうつむいた。それから少女は涙を流し、無言でお金をしまうと出口の方へ向かおうとした。すると、その時厨房から私たちの様子を見ていた母がそっと出てきたので、私は急いで経緯を伝えた。すると母は少女に向かって優しくこう言った。ねえ、このケーキを食べて美味しかったかどうか、私たちに感想をお手紙にして書いてきてくれないかな？少女はきょとんとして私の母を見ると、私、お手紙書くの好き。いつもばあばに書いてるの。りんちゃんは字がきれいねって、ばあばが褒めてくれるんだ。少女はそう言って涙を拭いてこちらに歩いてきた。りんちゃんっていうのね。すごく素敵な名前ね。お手紙のお礼は100円だから、ちょうどこのケーキ買えるわね。りんちゃんはほっとした様子でケーキをうっとりと眺め、おいしそう。そう言ってにっこりと笑った。母は手紙のお礼の100円を先払いでりんちゃんに手渡すと、では、ケーキの感想、よろしくお願いしますね。そう言って母はりんちゃんと約束をした。私、絶対約束守る。お約束は守らないとダメなの。いい子じゃないと、ばあばがお泊まりに来てくれないんだって。りんちゃんはそう言うと、箱に入れたケーキをとっても大事そうに両手で持ち、お店を出て行った。あの子いつも窓から覗いていたでしょ？私今日買いに来てくれてすっごく嬉しかったのよ。本当はタダであげたいくらいだけど、それが当たり前だと思ったら、あの子のためにならないものね。美味しいって言ってくれるかな？母は少女のお手紙が楽しみだと言って笑った。その翌日はケーキの予約客で賑わった。私はりんちゃんとおばあちゃんが素敵な一日を過ごせただろうかとずっと気になっていた。会ったこともないりんちゃんのおばあちゃんの体調のことまでなんだか心配で仕方なかった。それから3日間、ケーキ屋はフル稼働で、ありがたいことに今年もすべてのケーキが完売した。両親と私はヘトヘトで夜中に家に帰ると、そういえば、りんちゃんはどうしているかしら。突然母はそう言った。きっと家族で幸せな時間を過ごしているよ。そうね。おばあちゃんとも楽しく過ごせたかしらね。私たちは、りんちゃんのことをいろいろと考えていた。そしてその翌日のことだ。お店のポストの中に可愛らしい封筒に入ったひらがなだらけの手紙があった。お店の住所のところには、坂の上のケーキ屋さんへ、そう書いてあった。きっとりんちゃんが自分でこの郵便受けに入れたのだろう。外側だけでも可愛らしく、早く中が見たくて、私も両親も体を乗り出して手紙を開いてみた。封筒の中には3枚の便箋が入っていて、1枚目はひらがなが、2枚目には可愛らしい絵がそれぞれびっしりと書かれていた。そして3枚目の便箋は素晴らしい達筆で書かれた、りんちゃんのおばあちゃんからの手紙だった。今日は美味しいケーキをありがとうございました。私はクリームの間のいちごが美味しかったです。ケーキの一番下のクッキーみたいなのもサクサクして美味しかったです。こんなに美味しいケーキは初めて食べました。可愛らしいりんちゃんの手紙に私たちは胸が温かくなった。2枚目のイラストにはりんちゃんと両親、
そしておばあちゃんの4人が美味しそうにケーキを食べる幸せそうな絵が描かれていた。これは額に入れて飾らないと。父は真面目な顔でそう言うと、優しい目で絵を眺めていた。幸せな気分のまま、私たちは3枚目の手紙を読んだ。そこにはりんちゃんが大好きなおばあちゃんの優しさがたくさん溢れていた。この度は孫のためにお気遣いありがとうございます。久しぶりの家族との時間にこんな素敵なケーキをいただき、人の優しさをしみじみ感じました。また本当にいい孫に恵まれたと手前味噌ですが感激しております。お忙しい時期かと思いますが、皆様体調を崩されませぬようご自愛くださいませ。私たちは手紙を読み終えると、何とも言えないすがすがしい気持ちになった。いやあ、やっぱり父さん、この仕事を選んでよかった。父はうっすらと涙を浮かべ、手紙から目をそらさずに言った。本当ね、私もこの仕事を始めた頃の気持ちになんだか戻った気がするわ。母もそう言って微笑んだ。凛ちゃんの手紙には連絡先が書かれておらず、私たちはお礼が言いたくてもなかなか伝えることができなかった。悶々と過ごしていた年明けの昼間、おばあちゃんの手を引いた凛ちゃんが店に現れた。こんにちは。あのね、ばあばね、もうずっとお家に入れるんだよ。りんちゃんは挨拶よりも先に弾ける笑顔で私たちに教えてくれた。そうなの？よかったね。私がそう言うと、厨房から母が出てきて、りんちゃん、素敵なお手紙ありがとうね。おばちゃんすっごく嬉しかったわ。りんちゃんはふふふと笑っておばあちゃんの顔を見た。するとりんちゃんはあの可愛らしい小銭入れから100円を取り出すと、これどうぞ。そう言って母に渡した。この前りんちゃんに貸してくれたから、りんちゃんこれおばちゃんに返そうと思ったの。母と私は顔を見合わせてりんちゃんに言った。この前の100円はね、おばちゃんからりんちゃんへの手紙のお礼の100円なのよ。だから返さなくていいのよ。母がそう言うと、りんちゃんは首を横に振って言った。ううん、りんちゃんいらないの。りんちゃんお手紙書くの好きだし、いつもお手紙書いたってお金なんかもらわないもん。だってりんちゃんが書きたいから。だからこれはおばちゃんに返すんだ。りんちゃんの潔さと素直さに、母も私も心洗われる思いだった。後ろで見守っているりんちゃんのおばあちゃんも優しい笑みを浮かべながら、受け取ってくださいと促した。私たちはりんちゃんにお礼を言うと、りんちゃんはとても満足した表情で胸を張って微笑んだ。